シンフォーニア・タップカーラは、伊福部ラによる公共曲である。タップカーラとは、アイヌ語において、立って踊るという意味である。伊福部ラは、少年期に交流したアイヌへの共感と、ノスタルジーが作曲の動機であると語る。また、この作品は、音楽評論家の三浦厚氏に検定されている。1936年、アレクサンドル・チェレープニンは、個人授業において、 ミリー・バラキレフを例に出し、伊福部明に未熟なうちの公共曲の作曲を今めた。1943年、伊福部明は公共端子を作曲するが、この作品を公共曲と名付けようとしていた。また、本作はスケッチのみを残して繊細に消えた、ピアノと還元楽のための競争風公共曲と、ピアノと還元楽のためのリトミカオスティナータを部分的に基づいている。 この作品が完成した年は、伊福部明が東京音楽学校の作曲家講師を退任し、著作、還元楽法上官を発刊させた翌年であり、さらに自身の代表作となる映画、ゴジラが公開した年でもある。完成の翌年、伊福部明は世界初演を録音したテープを聞き、その演奏について演奏指導もせず、ただ楽譜を送るだけだとこうなるのかと勉強になったと、 語った。このテープに録音された第一楽章は終わった直後に、観客の拍手を含んでおり、世界初演を行ったファビエンセビーツキーはそれを浴びていた。3巻編成全3楽章。改訂版と初行の違いは、主に第一楽章の冒頭部、第二楽章の中間部、第三楽章の集結部である。ありがとうございます。